はい、大崎の、行き方です。駐車場、路肩のところから、来て、右が、右と左に分かれます。大崎行くのはこっちの右側を通って、この白い看板の下から降りていきます。ここから降りていきます。結構勾配が結構急なとこ降りていくんで、こういうとこはリュックの方が、リュックとかしょいこを背負う方が楽です。まあ、こういう感じでずっと下の、海岸までだいたい10分ぐらいで降りれます。で、登ってくる時も今度はしんどいんで、結構体力がないとしんどいところです。